地球ガエルの脱力スカイリムムム。さあ、始まりました。地球ガエルの脱力スカイリム。前回ね、長いことお世話になってたスベンが死んで、それをね、引き継いで、なんか勝手に早逃げの家に住み着いてたリディア、この子ね。めっちゃ見てるやんけ。今回からね、この子と一緒に冒険することになりました。まあ、ちょっと女の子なんでね、どういう働きを見せてくれるのかは、ちょっと期待しておきましょう。さあ、じゃあ、今回もサブクエかな。ちょっとサブクエリストを消化したいので、なんやかんややっていきましょう。お、カメラが。よし。これぐらいでいい。サブクエ、その他ね。この辺か。ライレクに行くとこが2つあるから、これやっちゃおう。あれ？なんか2個あるぞ。あ、これなんか赤サギの剣を見つけるって、また出ちゃったのよね、一回。クリアしたのに意味がわからんよね。バグなんかな。ここや。あ、これか。これこれこれ、もうこれクリアしてるはずなんやけどね。よし、じゃあそれは無視しつつ、よし、とりあえずじゃあライレクに会いに行くケロ。マルカルスで発生した先住民の復帰は20年前に鎮圧され、生き残りはフォースウォーンと呼ばれるようになった。なるほど。なんか宗教的なあれやったんかな。待てよと生まれ、ま、かんだ。待てよと言われて待つやつはいないけどよ。さあ、なんか久しぶり来たね、ここ。誰か暗殺しに来たぶりちゃうかな。どうだ。あなた、あ、お市長なんだ。あ、マルカルスで家を探していた。いいでしょう。嘆きの玉座への接近を許可するわ。ただし、言葉には気をつけなさい。うるせえな、こいつ。フォースウォーンには気をつけてね。ちょっと先にじゃあ、ナイレクに。私はボテラからマンドの叔父で失政だ。あ、そう、ボテラから続け者。ああ、それはそれは、手助けと資料に感謝する。さあ、謝礼を受け取ってくれ。はい。あと赤サギ要塞の指導者は死んだ。賞金を受け取りに来たよ。見事だ、随分役立ってくれたな。ほら、報酬だ。ありがとう。手紙を読まなければいけない。少な、イグマンドの父親に忠告したことをそのままイグマンド自身にも伝えたい。用心しろ、とにかく警戒しろと。なかなかよくわからんわ。フォースウォーンはもう長いことリーチの悩みの種だ。なるほど。処理するつもりだ。お前が味方でよかったよ。信頼できる人間が身近に必要だからな。なんかいっぱいあるな。じゃあ市場で襲撃があった。衛兵から聞いた。マルグレットのことは残念だ。目撃者の話では、犯人は自分はフォースウォーンだとか、わけのわからないことを叫んでいたそうだが。いや、フォースウォーンなんやろ。事態をはっきりさせたい。マルカルスには問題が山ほどあるが、この町にフォースウォーンは存在しないはず。どこ見て喋ってんの、お前。彼らが存在する丘や道沿いでは脅威となるが、それ以外の場所は我々の支配下にあるのだから。ドラゴンがスカイリムに戻ってきた。ああ、分かっている。ここに来るなら、我々に有利な点がある。町は山の斜面にあるから、たとえ空からでも近づくのは困難だ。ほうほう。そして、すべては石で作られている。寝床さえもだ。ドラゴンの炎に苦しむことはない。いや、石が焼けたら、暑いよ。市長か、仕事を探している。傭兵か。
傭兵は嫌いだ。名誉もない、忠誠もない、信用もできない。だが、こんな時代だ。味方は歓迎するしかない。波の傭兵より優れていることを見せてみろ。我々の石膏が血まみれの野営地にいるホース王の指導者の一人を発見した。奴らと戦ってこい。うん、任せろ。お手並み拝見だな。で、他に仕事はないか？あるぞ。個人的なことだ。父はホースウォーンとの交渉を試みて死んだ。まだ可能性はあった頃にな。父の盾は奪われ、彼らの仲間であるハブレイブンの野獣の手に渡ってしまった。盾を取り戻してあるべき場所に戻したい。言っておくが、危険な仕事だ。仲間の中でハブレイブンと戦って生き延びた者はいない。断っても構わないぞ。いや、心配するな。神のやってやる。ああ、何としてもあの盾を取り戻してくれ。私はイグマンドの叔父で失政だ。ミッションを減らしに来たらミッションが増えるけど、とはいえまあなんかここでも家は持てそうなので、とりあえずあれかな、市長の言うことは聞いとこうかな。これか。まずすげえサブクエなのね。ドラゴンブリッジ高台、それまず行きますか。お、二刀流って強そうね。すごいね、バーサーカーの能力めっちゃ強いやん。攻撃力2倍のダメージ1/2。オークもかっこいいね。あ、ここか。しょっちゅうドラゴンに襲われるとこや。あ、シャドウミアタン待っててくれてるなんて。ちょっと待って、マジか。マジかとしか言いようがない。今見えたね、影が。どこおるんやろ。どっか行った？おったおった。すげえドラゴンおんねんけど、ここ飛んでった？あー、こうやべ。落ちそうになった。ただ通りがかっただけっぽいね。そんなこともあるんや。あれどうやって行くんやろうな。いたところ登っていくか、なんかするかしないとあかんっぽいから、こっちの感じかな、雰囲気で言うと。登れるとこなさそうやけどな。急にあるんやろうか。だいぶ離れたけどよ。おお、もうこれ行き止まりやな。落ちた。落ちたけど、おお。ごめんな。泳ぐの苦手やろ。おお、完全に落ちたね。大丈夫？泳いでる。すごいな。
魔の泳いでる感じちょっと初めて見てんけど、泳げるのね、犬かき。あ、何やったっけ名前、リディア。ついスベンって言いそうなんね、見た感じから。よし、じゃあこっちから回るんかな。遠回りしてみます。登れるところ、ここ登れそう。よいしょ。お、いい感じで登れてるよ。今度登れるか。お、いいね。こっちは？お、登るね。すげえ登るやん。馬力がすごい。さすがや。ちょっと木が邪魔。これもこの高さからやとまっすぐ行けそうね。あと下るだけっしょ、多分。この辺か。この岩が怪しいな。あ、おった。おったね、多分。よし。おい。おい。おい。ああ、もう、シャドウメアタンが。お、すげえ二刀流やんか、この人。へい。へい。てかもうエルフのダガーで麻痺させよう。いや。お、頼るな。よし。人民の英雄、それはどういうトロフィーですか？ああ、その他の目的を50個完了。なるほど。防水の装備はなんか、あれね、蛮族装備っぽいね。あ、シャドウミア殴っちゃった。アメジスト、ヤギの足、まとはいないかな。宝箱、カチャリ。うん、まあ大したものは。回復薬、エール、ヤギの足。晩ご飯やったんかな、ヤギの足。ちょうど食べようと思ってたら猫に襲われた感じかもしれないね。あとは、うん、めぼしいものはないね。あとなんか盾がどうのって言ってたよね。それも言ってあげる。これか。さて、これか。なかなか大変そうやな。遠いぞ。
かあんまり近いところがない。まあとりあえず一旦報告行きますか。盾はなんか一個ダンジョン丸々クリアせなあかん気がするね。ちょいちょいドラゴンが出てくるね。あそこドラゴンブリッジっていうだけあって、もうものすごいドラゴンの通り道になってるのかもしれんね。さあ報告行くけど、よいしょ、ダッシュダッシュ。報告どこや。待てよ、知ってるぞ。もう寝てんじゃんこの時間。すげえ犬が。あれ、これ解除したら怒られそうな予感がする。ちょっと待つか。5時間もお城の中で待つ。待てよ、お前を知ってるぞ。このね、なんかよくわからんロボットね。さあ、そろそろ来たかな。来た。動いてる動いてる。来てる気がする。おお、扉の前まで来てる。お前が味方でよかったよ。信頼できる人間が身近に必要だから。うん、せやろ。死んだよ。イグマ、大したものだ。傭兵は大体ホース王に軽く始末されるが、お前は奴らを始末してみせた。これが報酬だ。お、1500やって。結構もらえるやん。戦争激しかったな。ここから始まった。この反乱がな。帝国が大戦の中でリーチを失ったとき、我々は必死になった。要塞の奪還に手を借りる代わりに、ノルドの民兵に自由な進行を保証したんだ。そしてエルフたちにそのことを知られた。彼らを全員逮捕しろと命じられたのだ。これを受けて、彼らの指導者であるウルフリック・ストームクロープは、帝国がスカイリームを見捨てたと証明するため、状況の全てを利用するに至った。反逆者たちは、これをマルカルス事件と呼んだ。ストームクロークが誕生した日であり、この戦争が真に始まった瞬間だった。なぜノルドの民兵を逮捕したんだ。白金協定だよ。大戦後、エルフとの間で結ばれた協定によってタロスへの侵攻が禁じられたのだ。しかし、ウルフリックと部下たちには侵攻を認めると約束していた。今から思えば愚かなことだが、その時はエルフに見つからないだろうと思っていたんだよ。だが彼らに見つかった時、ウルフリックとその軍を逮捕するか、アルドメリ自治領と再び戦うか、選ぶしかなくなったのだ。答えははっきりしていた。そして今、犠牲を払って手に入れた小さな平和は、ウルフリックに脅かされているということだ。帝国軍は以前にリーチを失った？なぜだ？アルドメリ自治領が帝都を侵略したとき、帝国軍は他の地域を見捨てたんだ。不満を抱いていたリーチに暮らす民は、この機会を利用し、帝国軍を退けた。そして、彼らが言うところの独立した王国を建設した。混沌とした反乱だったが、リーチは帝国の支配下から2年間外れ、その後、我々が再び奪った。反乱の指導者たちは我々の和平の申し出を断った。彼らは丘陵に逃げ込み、ホースウォーンとなったのだ。町を管理する仕事がある。失礼するよ。ホースウォーンはそういうバックボーンがあったのね。でももうちょっとなんか人間的な生き方してほしいね。小銭いいです。こうなんか取っていいものと取ったらあかんものが出だしたね。
け、こんなとこにさ川が流れてんねんけど、ここから賊が侵入してきたり しそうじゃない。なんかあれないかな。ボロボロのキャップ、お金を盗んでも取られないっていう。あ、何これ、戦士の突撃。おお、盗んじゃった。なんかまあ上がったし、はい、この自治領でおかしい。名前魔術師か。サルモールの者に話しかけるとはな、光栄に思え。マルカルズの出身ではなさそうだな。この殺伐とした惨めな町に、私のような高貴なる血筋のエルフが背を受ける。嫌なやつやこいつ。察しの通り、マルカルズ出身ではない。このスカイリムの片隅にサルモールの勢力を広げる目的でここに送り込まれたんだ。この町にあるタロス崇拝を根絶するのが使命だ。なぜタロスの崇拝者を狙っている？信仰の問題だ。サルモールはタロスを神として認めてはいない。奴はただの人間だった。我々のパンテオンにふさわしい存在ではない。帝国は我々の信仰を認めた。だから帝国の民には異端の信仰を排除する責任があるのだ。それにしても随分と熱心に聞いてくるな。また受けてしまった。今抱えている問題の解決に手を貸してはもらえないか。興味がある。どういう話？銀遊詩人のオグマンドは尊敬されている老人だが、自宅でタロスを崇拝しているらしい。しかし必要は拘束することに及び腰なんだ。彼の家に侵入して証拠を見つけてくれないか。また今度。嫌な奴のクエストを受けてしまったけどな。サブばっかりやね。全然メインクエストじゃない。近所なんかな。うん、近所やね。ちょっとじゃあもうこの続きは次回にするかな。嫌なクエスト受けちまったよ、まったく。じゃあそんな感じで今回はご視聴ありがとうございました。Twitter アカウント、チャンネル登録は動画の詳細にリンクがありますので、そちらからご確認ください。サブクエもいろいろまた増えてしまったけどよ。じゃあねー。